はい、皆さんどうもこんにちは。エディ・マーフィーです。誰がエディ・マーフィーやねん。ということで今日もやっていきたいと思います。今日はね、最初に唐突な質問なんですけど、待って待って、最後まで聞いてね。これだけ聞いて、これだけ聞いて、これだけお願いで、今日は、バスケやんなきゃあなたって死にますか勉強やらなかったらあなたって死にますかね何言ってんのこいつって感じですよね、いきなり。 要は僕が何を伝えたいかっていうのを今,今トイレ掃除してて今パッと思ったんでことをちょっと忘れないうちに発信しとこうと思ったんですけど別にバスケやんなきゃ死んじゃいますよっていう人まあバスケやんなきゃ死んじゃうぐらい好きっていうのは一旦置いといて本当に命を絶つという意味で死んでしまうっていうか死んでしまわないかの違いで言うと多分これ見てる人一人たりともバスケやんなくても死なないと思うんですよガチでじゃあ 明日学校行けなかったら、まあ明日学校ないですけど、学校行けなかったら死ぬ人いますはい。いないんですよ。つまり、別にやんなくてもいいけど、やってることなんですよ。これ今本質、やんなくてもいいけど、やってること。これが今日の答えです。要は、やんなくてもいいし、やってもいいよっていうものを、誰が選んだんですかっていうことなんですよ。で、まあ、シャッポを譲って、学校、 まあこれ義務教育ってもが日本にあるんで学校は100歩譲って行かないといけないとまあ行かんでもいいけど別にそんな自分で決めればいいから行きたくなきゃいか,行かんねえし行った方がまあ日本の世の中的には社会的には必ずまあ平均的なところは取っていけるんですけどいや俺はそれでもって調別に行かなくてもいいですけどそっちじゃなくてじゃあバスケって学校はみんな大抵行くじゃないですか大抵の人がね行けない人もいるけど日本だったらほぼ行ける義務教育だから生活保護もあるし生きていけるからねほぼ行ってる。 G 書けない人とかほぼいない。ね。G 読めない人とかほぼいない。アメリカとか結構いるけど。で、じゃバスケやんなかったらあなた死にます死なないんですよ。だから、なんか僕だからこそ真剣にやれない人がめっちゃ多いような気がしてて、なんか、なんとなく周りがやってるからなんとなくバスケやってるみたいな人がめちゃくちゃ多いような気がしてて、これが本質なんじゃないかなと思います。で、これわかりやすい例で言うんですけど、 僕のおじいちゃん99歳と10ヶ月で先週、先々週かな亡くなったんですよ。で、まあほぼ100歳だったんですけど、100年前どういう世の中だったかっていうと、戦争してますよね。で、戦争してる時って、そもそもですけど、食うもんないんですよ。だから、うちのおじいちゃん、徴兵制って言って、もう、あの、お前戦ってこいって本当に戦争の現場に行く途中に、食うもんなさすぎて栄養失調でぶっ倒れて、で、それをたまたまどこかわ,わからない人が、 栄養失調で、まあ、医療班みたいな人かわかんないけど日本に運んでくれてでおじいちゃんで生きて99歳までにあの僕のおじいちゃんでいてくれたんですけどだからその当時って食うもんなかったんですよだから毎日必死で言われたこと一生懸命やってないと生きられないじゃないですか徴兵いかんとかそんな世の中じゃないから絶対行かないと行くことによって、まあ、お国から保障されたりとか、まあ、家族を養うとか守るとかそういう世の中だったからもう行かないとダメ絶対それをやらないといけないもうそれやんないと死ぬじゃないですかつまり。 もう非国民とされて下手したら、ね、日本人に撃ち殺されるみたいなそれぐらいの時代なのででそう考えるとねその時代と比べるとバその時代当時ですけどバスケットなんてないから選ぶこともできないもう戦争行けって言われたら行くしかないような世の中だけど今の子って別に何でも選べるじゃんもう食うも選べるし別に宿題やる学校は知らんけど宿題やるかやらんかも別にやら,やらんかったら先生に怒られるだけでやらんことも選べるし習い事だって何でも選べるじゃん ね、ただその選べるものがあるかないかっていうのを知ってるか知らないかっていうのは別で選べるじゃないですかでその自分で選んだんだよっていうことを分かってないやつがマジで真剣にやれないと僕はすごく思いますなんとなく周りがやってたから友達から誘われたから、まあ、きっかけはそれでいいんですけどだからなんか選,ん選べる自由が選んだ不自由を作ってるわかります 選べる自由に選べるからこそ選んだものが不自由になってるような感じがすごくするんですよ。別に好きじゃないけどなんとなくやってるみたいなもの。だからなんか勉強は正直言って嫌いですと。でもバスケは好きですと。でもそこそこやれればいいですなら別に習ってもそれもちょっと違うんだけどやるんだったら徹底的にやりたいや,やったらどうなのかなってすごく僕は思っててだって。 どれだけやんなくてもいいことを真剣にやれる世の中っていうことじゃないですか。つまり、分かります全員がプロバスケットボール選手になれなかったら価値ないんですかね全然そんなことないですよね。プロバスケットボール選手になれなくても価値いっぱい作ってる人たくさんいますよね。ねうん、例えば、なんだろうな。自分が今将来の夢持ってるけど、その夢叶わなかったらあなた自身に価値が生まれないんですかねそんなことないですよね。 何でもできますよね。今、インスタグラムもあって、個人がね、事業主みたいになって、何でもできる時代で、自分で勝手に選んで、それ自分で選んだことを仕事にできるような世の中になっていって、で、だからこそ、それやっても別に死なないし、やってもやらなくてもどっちでもいいようなことを、どれだけ真剣にやれるかっていう世の中になったんだと、僕は思うんですよ。わかります別に僕、スキルコーチやんなくたって生きていけますよ。ぶっちゃけて言えば。でも、やんなくてもいいけど、いや、その、 その選,ぶ選んで、やると決めたことを徹底的にやったことによって価値が生まれてきてるのが今僕の価値だと思うんですよ。ちょっと伝わり方難しいんですけど、これ。だから今これを見てる人も別に自分が選んだわけじゃん。要は親からバスケ行ってみればって言って最後にイエスって言ったの誰よ。これ見てるはあなたでしょ。例えばこの動画を見るって今決めたの誰ですかって、それ見てる あなたですよねだから子供がバスケットやるって言ったのは誰が決めたのってこときっかけ親かもしれんけどやるって言ったのは子供じゃないですかでもそこをあんたがやるって言ったんだからって今の子にやるとこれは間違いなくやる気がなくてなその話は今一旦置いといてそのどれだけその別にそれやんなくても死なないしそれやんなくても別に生きていけるけどどんだけそのやんなくてもいいことに価値を生み出して真剣にやれるかがあなたの将来を作ってるんだよっていうことを教えること自体がやっぱり一番の価値だと思うので。 それを一番伝えたたいいなと思いましただから別にバスケやんなくても死なない学校行かなくても死なない飯は食えなかったら死ぬそうですよね水飲めんかったら死ぬだからこの線引きでいったら飯と水は絶対ないといかんからそれ親が稼ぐ。 でも子供なんてはっきり言って学校行かなくても別に生きていけるし、部活やらんってもバスケやらんでも生きていけるじゃないですか。そんなやつがいっぱいいるけど、それを選んで真剣にやるものを一個選んで、それに向かって一個どうせやってるのであれば、さらにプラスアルファでそれをやることによって何か価値を生んでるっていうことを学ばせてあげること自体が本質じゃないかなと思います。 だから僕は勝利の価値よりも人としての価値を大事にしてくださいっていつもどの試合に行く子にも言うんですけど別に試合に勝とうが負けようがそんなことどうでもいいんですよこれもぶっちゃけめっちゃおかしなこと言いますよ対戦相手とかどうでもいいんですよ対戦相手は確かにブ、まあ、スカウティングって言って分析してあいつは右ドライブが多いあいつはスリーポイントが得意あいつはプルアップが得意とかそういう分析をしてから試合に臨むのはもちろん大事だと思うんですけどそれ以上にもっと大事なものって何ですか自分が 今持ってる最大限のパフォーマンスをそのコートで発揮してこそ最大の価値じゃないですかその結果負けるのであればそれがただ実力不足練習不足足りなかったものがあったという話なだけで、ね、そのベストな状態自分がベストの価値を生むということ自体に達してもいないような悩みで悩んでるやつ多すぎ問題にこれちょっと言い方悪いですけど中途半端に生きてるからですね 真剣にやれてないからですもう間違いなく真剣にやれてるやつは悩んでるけどやることはシンプルに分かってるんでまた次のステップにすぐ行きますでも真剣にやってない中途半端なやつっていうのは口が先に動くんで次何やったりが分かんないから口が先に動いて次何行動も起こさないんですよだからやんなくてもいいことにどれだけ真剣に取り組めるかっていう世の中になってるっていうことをまず前提に置いといて別にバスケやんなくても死なないけどその死ななくて別にやんなくてもいいようなことをどれだけあなたは真剣にやれますかそれにどれだけ時間を避けますかが結局あなた 帰って,きているので、あなたが今悩んでる暇があるのであればこの動画を見た1秒後にそっととボールを持って靴紐を結んで雨が降ってようが何だろうが外に今すぐ練習したらそれがあなたの価値に変わるっていうことなので今すぐ行動を起こしてください。以上です。ありがとうございました。